仕入れて、はい、うわこれ飲んでみたら失敗したとまでいかないけども、はい、どうやって売ろうかな、困るな、困った困ったっていうのをいっぱいちょうだい。はい、かしこまりました。決してまずいわけじゃないで、はい、ディスるわけじゃないですね。うん、どうやって売り方考えよう、進め方考えようってやついっぱいちょうだい、はい、そうですね、うん、チタサントリー、サントリー、チタ半島のチタ、チタ、はい、飲んだことない、飲んだことないです、ね、うん、僕もじゃあ今日飲んでください。はい、一杯ください。いいだぞ。まあこれね、リスナーの方というか、あの、うん、見てる方だったら、うん、知らない人はまあいないでしょう。グレーン、はい、ちょっとね、モルトも入ってんだよね、これ。まあ言うて、グレーンウイスキーって大麦も小麦も全部混ぜてますからね。そうか、はい、うーん、穀物もやってますからね。あの、じゃがいもとかも入れてんちゃいますか。なるほどな、はい、まあ、これが、うん、なぜ売りにくいか、はい、という話なんですけど、なぜ売りにくいか、はい、うん、普通すぎて売れないです。特徴がない？いえ、自分のお店のコンセプトには普通すぎて出ないっていう、うん、あ、ジャパニーズ変態バーからすると、まあジャパニーズ変態バーというか、うん、今は自分のお店でまあ大体300本ぐらいなんです、うん、300本ぐらい、うん、まあちょっと変わったのが多いんですけど、知ってる、はい。その中で、うん、チタあっても、うん、チタ飲もうっていう気にはなれないっぽいです、うん、他ののも飲みたいってなるんで、チタまで回らない、回らないですね、はい、ただ、うん、飲んでくれるお客さんいます、一人チタ好きが、なんかチタのハイボールが好きで、うん、最初にこれ、それを必ず飲んでくる、うんうんうん、お客さんはいるんですけど、うん、その一人しか出ないです。じゃあこのチタをさ、はい、なんか美味しく例えよう、美味しく、この良さをこう掘り起こそう、あー掘り起こし、二人でチタの今、はい、良さを掘り起こそうぜ、じゃあ、はい、うん、チタの良さですか、うん、あそこチタ半島って行ったことあるんですけど、うん、というかあれですが、チタ半島の下に、うん、なんだったっけかな、なんたら島ってあるんですよ、比嘉島だかなんか、うん、なんかタコがすごいうまいところが、はい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 、そこに行ったことあるんです、うん、その時に知多半島をね、うん、知多半島っつうとやっぱり海の幸がすごくてさ、はい、フグ有名だぜ、フグ、あ、フグも食いました、そう、タコとフグ食ったね、ひまが島だ、ひまが島、そうだ、やっぱあっちは、はい、愛知県よね、これ、はい、愛知県です、うん、はい、フグが有名、あ、その時にね、フグ、うん、フグ刺し、テッサ、うん、テッサとタコをね、うん、もう食ったんですけど、まあ確かにあそこ、うん、なんかすごいですね、フグとタコすごい良かったですね、でしかもね、はい、安いです、そうですね、安かったです、安いね、安かったです、あんまり有名でもないし、はい、観光とかもないから、はい、お客さん呼ぶあそこの辺の料理関係の宿とかはちょっとやっぱ安くしてるね、あー、なるほど、料理のクオリティも下げて、はい、ここってね、はい、もともと昔よ、はい、僕もう超昔の話だけど、はい、サングレーンっていうサントリーの子会社やったんだよ、どこでがすか、この知多醸造、あ、そうなんですか、サングレーン、サングレーン、サングレーン、おう、うん、で、あの山崎に昔20年以上前に遊びに行った時に、はい、サングレーンの樽がボコボコ置いてたわ、ほうほうほう、これじゃあこれ何ですか、サングレーンって何って聞いたら、はい、サントリーの系列の会社ですと、でね、その時はもうグレーンウイスキーも出てなくって、はい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 、あのブレンド用のな、はい、うん、でそのグレーンを飲ませてくれって言った、はいはいはい、うん、で飲ませてくれて、おう、そこまで美味しくなかった、なんか持ち上げてるようで持ち上がってないですね、ちょっと待て、ここ持ち上げるとこやろ、持ち上げるところですかね、あの
今のところ持ち上がってるのはあの海産物が美味しいっていうまずウイスキーと関係ないところがちょっと待てよ盛り上がってますね、うん、あのね、はい、サントリーのチタでしょ、はい、さっきの話でグレーンのウイスキーな、はい、その時はまだ出てなかったですよ、はい、サントリーからグレーンウイスキー、はいはい、でももう一方の、日華ウイスキー、はいはいはい、コフィスティル、ああはいはい、あれいいですね、はい、グレーン出しとったでしょ、はい、ウイスキーうまかったやんか、うまっかったっすね、あれは。待ってください、うん、他メーカー褒めてどうするんですか、掘り上げてる、他メーカーだけ掘り上がってますね。あ、ちなみに、うん、じゃあ自分来ます、うん、このチタ、うん、グレーンウイスキーだったら、うん、あのやっぱスコッチとか、うん、まあもうそうなんですけど、うん、あの何ですかね、グレーンって安いです、はいはい、グレーンウイスキー、はい、基本的に、うん、そうだね、長熟の40年ものとか時々出ますけど、うん、やっぱり普通のモルトの40年に比べたら値段がやっぱ半額とか3分の1とかそれぐらい安かったりします。このチタ、うん、ちょっと高いんですよね、うん、3,4,000円ぐらいするんですよね、うん、多分あの今のインバーゴードンとか、うん、あの辺だったら多分もうちょっと安いんちゃうかな。インバーゴードンのグレーンウイスキーは昔から古くて美味しいよね。はい、あれ安くてうまいですよね。下ね、年数表示ないのにちょっと4,000円ぐらいするからちょっとどうなのかなみたいな。ちょっと待って、はい、掘り上げてるかそれ。上がってると思います。高級グレーンウイスキー。チタは上がってないじゃん。高級グレーンウイスキー。じゃあはいはい、僕は、はい、僕、はい、あげるで。あげます。どうぞどうぞ。そうそう、本気であげな、あのサントリーさんかわいそうになってきて。いやいや、多分怒られて自分の店潰されるんで、ちょっとソースあげてください。お願いします。あのね、はい、正直なところ、はい、こうやってストレートで飲むでしょ。はい、あの最初甘くて香りもまあそこそこあるけど、ね、いや最後がね、どうしてもこの追っかけてくる旨味がない、はい、ない、あんま少ない。あ、まあそうですね、しょうがないですね。ね、はい、ってなったらさ、これはさっきマスターが言ってくれたように、はい、ハイボールやで。いや本当ですよ、ね、ハイボールです。でサントリーで言うたら白州のハイボールって結構美味しくていいですよね。あ、そうですね、あるやんか、はい、じゃあそれに一緒にあの、まあ、くっついてじゃないけど、じゃあこれを飲み比べてっていうので、はい、白州は確かに香りも含めて最後の追っかけが華やかですよと。でもチタはどっちかっていうと、武骨なおじさん、あ、そうですね、ね、はい、まずガバガバって串カツと一緒に飲んでもらうような、あ、そうですね、ウイスキーじゃ美味しい。そういうことで言うとさ、料理の邪魔しない。あ、そうですね、邪魔しないです、ね、はい、そういう意味合いではもう本当にあの食中酒としては完璧かなって思いますね。食中酒のハイボールとしては、うん、本当に素晴らしい、ある意味これじゃなんですけど、うん、究極的に言うと、うん、魚と刺身と食っても別に邪魔しないんちゃうか。やっぱりそうか、フグとか、はい、海鮮タコが美味しかった、はい、チタでできるような あの人らが作ってる、お酒やからこそ遺伝子がもうそういう風になっちゃってるんやろね。はい、そういう感じだと思います、うん、はい、この飲みやすさは、うん、あのどんな方に、うん、ある意味核、うん、みたいなもんですね。核だったら核嫌いな人、核のハイボール嫌いな人ってそんなにいないと思います。なるほど、はい、あの特徴のないのがある意味特徴で、あ、そうですそうです、飲む人選ばないし、はい、料理とも合うし邪魔しない。そうですそうです、いつでも OK、はい、いつでも OK、 はい、そういうお酒かなと。はい、やんね、はい、じゃあこれね、僕ストレートで飲んでるやんか、はい、またハイボールでもう一杯もらって、はい、ハイボールのあと3杯ぐらい飲んで、はい、ぐだぐだ言おうか。そうですね、うん、それがいい感じですね。まあしかし、うん、あれでしたね、うん、あげるあげる言うて9割下げてましたね、うん、あとさ、はい、やっぱり
グレーンウイスキーをこうちゃんとした名前で出すっていうところがやっぱりサントリーさんのマーケティング力っていうか、あ、そうですね、その辺はすごいよね。いや素晴らしいと思いますよ、うん、まあそれをね自分たちも見習って生き返らないとダメですね、うん、生き残りはな、はい、まあ今日の会話もそうでしたけどね、チッター考えろってやつですね、チッター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 